30秒偉人伝稲葉正邦陸津日本松藩主丹羽町富野七尾として誕生。幕末の大名老中京都諸子大として活躍。山城淀藩十二代目、最後の藩主となり、幕末期の動乱に参加。庭長富の次男として浸透家としても知られる。明治31年、1898年、7月15日チャンネル登録、高評価ありがとうございます。